関ヶ原東西武将隊、いざ出陣です。
こんなにたくさん、よう関ヶ原に集まってくれたおー嬉しい限りじゃ。ありがとうな。我らは関ヶ原東西武将隊である。ありがとう。マジでそう。我ら412年前、1600年9月15日、全国からたくさんの侍たちがこの関ヶ原で起こした天下分け目の大戦、その代表的な6人の武将たちによって関ヶ原を盛り上げていくために、昨年8月にこの現代の世によみがえり、おもてなしをしてまいった。昨年の12月で大丈夫でございます。マイク大丈夫か。もしよかったら私の使ってください。マイクワークというものかな、難しい。あ、取りますわ。これで調整していただければと思います。このような形で参るぞ。昨年の12月をもって一旦わしらこの地を、この地を去ることに。大丈夫じゃぞ。ありがとうぞ。さすが余裕じゃ。去ることになってしまったんじゃが、単独旅行去ることになってしまったんじゃが、あちらも、少し寂しい思いをしておったわけなんじゃが、本日は笹尾山交流広場ということで、このような賑やかなイベントに我らを呼び立ていただいたおかげで、六武将を揃って今年もこの地によみがえることができたという次第じゃ。ありがとう。ありがとう。